ナルト、今日は特別な日だからな。いただきます。へい、お待ち。次にサスケくんの場合ですが、彼はチャクラを練るのがちょっと下手です。さくらくんよりはチャクラを少し無駄に使ってしまうわけです。修行だったら毎日でもいいってばよ。よし。おかわり。今度も味噌で。はい、どうぞ。温泉明日だろ。朝練の時、大事な叩きを落とさないようにって額当ての間にしまっといたんだってばよ。もちろんバリバリだってな。よっしゃ、おれ。サンキューおっちゃん。へい、いらっしゃい。聞いた通りに来てみりゃ。わっ、ベロザンネ。へい、お待ち。いただきます。へい、お待ち。いただきます。うん、パーイルカ先生と。いただきます。おいおい、調子に乗って食べ過ぎんなよ。やっぱ精をつけるには一楽のラーメンが一番だってばよ。おっちゃん、もう一杯。俺の修行ほっといて、エロ仙人のやつ。ギライア様でないとと、綱手様が判断されたほどの仕事なんだろう。仕方ないさ。霧隠れの里の忍び刀七人衆と呼ばれていたそうなんですよ。その時、星垣キサメと一緒にいたのは。失礼なこと言わないでください。100% 信用できる情報じゃないですか。次に麺をスープに絡め食すべし。あのな、ペットはお断りなんだけどな、木の葉の保健所は厳しいんだよ。暗い顔で診察室から出てくるんだもん、そう思っちゃうわよ。ええ、まだ体術習って1週間の子よ。すまんが、水を。あ、はい。ちょっと、ナルト。もう、さくらちゃんってば厳しすぎだってん。へい、お待ち。